株式会社平凡社は日本の出版社。百科事典の出版社として有名で、多様な一般書のほか、岩波書店、筑麻書房と並んで、学術、教養性の強い出版物を多く刊行する。現在も継続刊行中の東洋文庫、別冊対応などは歴史が古い。社名の平の字は厳密には二つの点が漢字の八のように末広がりになった。 旧字体を用いる。教育家の下中やサブローが設立。1923年に株式会社となる。創業当初に刊行された現代大衆文学全集や世界美術全集から始まり、東洋文庫や別冊対応に至るまで学術的成果を一般読者に還元する出版物を多く出している。平凡社は1914年に小百科事典や、 これは便利だの観光で創業したが、その後、昭和初期の円本ブームの波に乗り、現在大衆文学全集を観光した。1927年から1931年までの間に30種、700巻以上の円本を観光し、円本全集の総本山と呼ばれた。現代大衆文学全集の観光により、それまで進行団と呼ばれ、やや下げ済まれていた。 大衆小説を大衆文学という文学の一角を占めるものとして読者の認識を改めさせたと評されている。だが、ブームの沈下により、1931年には経営破綻寸前となった。そこで下中自らが企画編集した大百科事典全28巻を刊行し、起死回生の成功を収める。その後、戦後に刊行した世界大百科事典が、 ロングセラーとなり、百科事典の出版社としての地位を確立した。1967年の国民百科事典は全7巻で1万円という安さからベストセラーとなった。しかし、百科事典の売り上げに頼ったホーマン経営を行っていたため、1981年に経営危機に陥り、本社ビルを売却する事態に至った。240名の社員のうち、 80名が退職。営業部長の馬場一郎、雑誌、太陽編集長の嵐山幸三郎らは退社して、青人社を設立した。1981年時点で編集中であった、審判、大百科事典は、1984年に完成に、こぎつけたものの、もはや百科事典の時代ではなかった。人文書においては、この前後の時代に、特に社会史、 文化史、思想、芸術などの分野で優れた出版活動を続けたが経営を支えるには至らず、1996年には、日立製作所との合弁会社、日立デジタル平凡社を設立し、なおもデジタル百科に活路を見出そうとして失敗、さらなる人材の流出を招いた。その後は、経営規模をスリム化して出版の方向性を模索、百科辞典的な知性や雑誌。 太陽の伝統を生かしつつ、一般書籍を中心とする出版社へと脱皮していった。現在では、別冊太陽、平凡社ライブラリー、東洋文庫、平凡社新書などのシリーズのほか、多様な一般書と学術的成果を一般読者に還元する人文書などを刊行する。白川聖の辞書三部作や、白川聖前集も著名。2014年には、 創業100周年を迎えた。イタイアザセレクタを用いたユニコードの符号位置は U プラス 5E73、e、UE0101、または U プラス 5E73、U プラス0103、平凡者60年史、小田光を、フル本探求論争シャンシド BN00290143、大友やかもち、ああ懐かしの雑誌黄金時代、フリーメイリー北側に、 山口も萌え発行期間わずか1年で芸能史の超貴重な証言残すザックザック2019年5月31日閲覧ストーリー超絶企業の知恵レニーチフレッシュサイバーエージェント2017年7月30日閲覧ありがとうございます